7北田公園仙台スタジアム仙台スタジアムは宮城県仙台市泉区の7北田公園にあるサッカー、ラグビー、アメリカンフットボールの球技場である。施設は仙台市が所有し仙台市公園緑地協会日本体育施設グループが指定管理者として運営管理を行っている。仙台市に本社を置く電気工事会社のユアテックが命名権を取得しており 2006年からユアテックスタジアム仙台の故障を用いている。2005年12月、仙台市が所有する仙台スタジアムの施設命名権の売却において仙台市内に本社を置く企業に限定し、スタジアム名に仙台または森の塔を入れるという条件で募集したところ、電気工事会社のユアテック一社が応募した。2006年1月31日、 年間7000万円、3年契約でユアテックが命名権を取得したと発表した。和文表記をユアテックスタジアム仙台、ラテン文字表記をユアテックスタジアム仙台、略称をユアスタ仙台とし、同年3月1日より使用開始となった。2009年2月3日、ユアテックが命名権契約を更新した。命名権取得者である。 ユアテック側の契約内容は前回同様だが今回契約より命名権料は仙台市とベガルタ仙台が接班して受け取ることになった2012年2月末ユアテックとの契約を再更新した命名権料は年間5000万円に変更され仙台市とベガルタ仙台が年間2500万円ずつ受け取ることになったなお命名権採用後は 上記の名称を使うが、クリーンスタジアム規定が適用される、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の国際試合、大会では仙台市都市公演条例上の名称の仙台スタジアムを使用する。ラグビーワールドカップ、日本招致活動においては、開催地候補として選ばれており、日本開催が決定した後に、仙台市も会場に立候補したが落選した。 落選した理由として、仙台市が消極的だったことが指摘されている。バイクや自転車で来場し、敷地内に駐輪する人も多い。駐輪料金は無料。ありがとうございます。